皆さん、こんにちは。赤星です。大変お久しぶりになりました。先週1週間、体調不良でもう寝込んでまして、っていうのも、何でしょう。何が原因かわからんのですけど、熱出たり、熱下がったりを繰り返してて、もうかれこれ1週間以上かな。で、レッスンとかのタイミングでは平熱に戻ってたんで、レッスンとかはね、滞りなく行けてるんですけど、もうそれ以外ほとんど家で寝込んでてっていう状態でして、ちょっとね、とても、ポッドキャスト撮れる状態じゃなかったっていう感じでございました。失礼いたしました。はい、本日2月26日の月曜日の、今日お昼ということで、はい。たまには昼下がり更新をしようかなと。なんで、公開されるの夕方くらいかなって感じですけど。はい。じゃあ今日も赤星もよるのポッドゼミやっていきたいと思います。この番組は、ダンサーであり、映像クリエイター、カメラマン、そして旅人としても、いろいろやっている私、赤星が、好き勝手喋るだけの番組となっております。海洋ごとの統一性等は一切ございませんので、ご了承ください。はい。なんか一瞬あったかかった時期ありません？ もう毎回なんか暑いやら寒いやらの話で始まるこの番組ですけど、一瞬あったかくなってまだ寒なりましたよね。もう今日とかも朝なんか6度とかでしたよね。寒思って。はい。いや、なんかね、もう本当にちょっと外出る仕事があれば、外出て、もう極力ね、打ち合わせとかもちょっとお願いしてリモートにしてもらってとか、そんな1週間を送ってまして、ちょっとね、体調が2日続けてずっと平熱キープっていうのが久々で、今日はちょっとルンルンデーなんですけど、久々にね。はい。いや、なんだかんだね、ちょっとそうか、先週、でも一週飛んだだけか、ポッドキャストは。そっかそっか。いやー、なんかね、もう本当ね、滞ってしまってた仕事とかがあって、体調回復するなり、その平熱の期間なりで、一気に推し進めないとあかんくて、なんかもう逆にそれが逆効果で、体調に対して、逆効果で、なんか、余計ぶり返したりしてたんじゃないかなって説があるんですけど、なんかこの時間に家でこうやってまったり喋るのもいいですね。この間、体調崩す前にちょっとコーヒーをいただきましてね。豆挽いてある状態のやつなんですけど、もうそれをね、最近コーヒー毎朝入れて飲んで仕事を始めるっていうのが、最近の日課になっております。皆さん、バレンタインデー、メンズはなんかいろいろもらいましたか？僕は大体毎年ほら、生徒のね、皆さんが、いろいろくれたりするんですけど、ほら、イケてるメンズの皆さん、ホワイトデーってどうしてるんですかね。はい、なんでしょう。僕がね、料理とか、そのお菓子作りとかができればね、なんか毎回ちょっと手作りのなんかとか言ってね、ちょっと好感度を上げるようなムーブができるんですけど、あいにく僕の得意料理はオムレツ以上って感じなんで、本当にね、何も作れないんですよね。でもみんななんかほら、手作りでいろいろ作ってくれたりとかしてる中で、何を渡せば、その釣り合いが取れるんやろうみたいな。学生、大学生、大学1年の時とかに、近くのスーパーに、別にどこのスーパーでもあると思うんですけど、催事場とかに、いろんなホテルのチョコレートとかが売り出されるみたいな、あって、そこでね、ホワイトデーを、毎年のように探りに行くみたいなやってましたけど、なんかね、センスのいいホワイトデーのお返しを送れる男になりたいなって毎回思いますね。だって1ヶ月しか猶予ないんですよ。短ないですか？猶予1ヶ月ですよ。で、まだ1ヶ月4週間か。で、そのうちの2週間って基本的に何もしないじゃないですか。考えるだけで。だから実質2週間しか猶予ないんですよね。難しいわ。今まで食べた中で感動したチョコレートって何やろな。ちょっと頑張って思い出しましょうか。
まずね、今日もこちらのコーナー行きたいと思います。旅の小話。はい、このコーナーでは365日仕事やらプライベートやらで日本全国あちこちを旅する私赤星が、その旅先でのちょこっとしたエピソードなどを語っていくだけのコーナーです。はい、突然ですが皆さん、日本で一番高い山はご存知ですよね。富士山。2番目ってご存知ですか？2番目はですね、北岳です。はい、まあ、今日は富士山の話するんですけど、はい、皆さん富士山ってどれくらいの頻度で見ます？やっぱりね、まあ、仕事とかでね、大阪東京間移動する方とかね、よく新幹線の中からとか、まあ、飛行機の上からとか見たりすると思うんですけど、僕ほどね富士山に嫌われてる男はいないんじゃないかなって思ってて、僕初めてね富士山を見るチャンスがあったのは高校を卒業した後、その地元の友達らと卒業旅行や言うて熱海に向かう時に、まあ見るチャンスがあったんですけど、まあ、曇りまして、あのてっぺんちょこっと見えてるかなくらいやったんですよ、富士山見えたの。まあ、これはまあ見えたに入れないでおこうみたいな、別に富士山の姿を見てるわけじゃないよねというのがあって、でその後がですね、富士山見るチャンスがあったのが、関空から成田に行く時の、飛行機の窓から見るチャンスがあったんですけど、この日もね、あの雲が分厚くてね、僕ね富士山見れなかったんですよね。で、その後、村人くんと静岡旅行に行こうっていうことで、その2日目富士宮っていうところに行ったんですよ。でもう富士山の麓の町です。でそこはもちろん富士山見えるであろうで行ったら、もう一日中雨で富士山見えんくて、これも見えへんかみたいな。であとは、まあ東京大阪間移動するとき、基本的に、まあ、この間も日帰りで新幹線で横浜乗って行きましたけど、行きしなも曇り、帰りしな雨で富士山見えずで、茨城にね飛行機で行く機会があったんですけど、その時もね見えなかったんですよね。で去年の3月に山梨県のね新倉山浅間公園っていう、もう富士山の見えるスポットとしてすごい有名な場所、30の塔、50の塔やったかながあって、その奥に富士山が見えるっていうビュースポットがあるんですけど、もうこの距離まで行ったら富士山見えるやろと思って、もう実質人生初富士山ですよ。で、まずはね山梨県の甲府っていう町から大月っていう町まで降りて、その大月市ってところにある岩殿城跡の岩殿城っていうお城の跡が今ちょっと公園っぽくなってて、そこ行って、そこも見えるはずなんですけど、もうそこでは全然見えなかったんですよ。晴れてたのに雲で、これ嫌な予感するなと思って、で大月っていう駅からですね、富士急行線っていう名前だったかなっていうところからね、富士山ビュー特急っていうのに乗ったんですよ。もう富士山ビュー特急ですから見えなあかんでしょ、晴れてるし。もうこの車内から初めて富士山の形をまざまざと見ることができて、でその後ですね、まあ新倉山浅間公園というスポットに行って、ようやくね富士山を望むことができたわけなんですけども、僕ここまで6、7回アタックしてやっと見れた富士山やったんですよね。こんなに見れへんことあるみたいな。皆さんどれだけの頻度で富士山見れますかっていう話は、まさにそういう意味で、でも僕その横浜の日帰りはこの後やったんですけど、まあ例にも漏れずちゃんと見れずに、こんなに富士山に嫌われてる男おるかなと思って、僕よりも見れてない人いたら、ぜひねメッセージ送ってください。はい、てなわけで今日のテーマ、僕と富士山でした。なんか前もなんか僕と香川家みたいな名前でなんか香川の話しましたよね。はい、てなわけでですね、今日はね一個お話があります。いや別になんか大事な話とかでもないんですけど、番組でもね2、3回くらい前かなにねお伝えしたんですけど、大阪のね鶴橋にあるコーヒータイガーさんのね窓に今描かれてる、まあ、いわゆるアートボードって言われてますけど、窓にね今描かれてるイラストが今月末で
消されます。29日かなに、あのまたね、次のデザイナーの方がはるばるね東京から来られて、あの絵描きに来はるということでですね、またあのアートボードの絵が生まれ変わるというか、28日に消すって言ったかな。はい、なんであのあのねバレンタイン特別イラスト28日までですので、まあ、あと2日ですけど、まだねご覧になられてない方はぜひね、あのコーヒーと美味しいドーナツと可愛いイラストを見に行ってあげてください。実は今朝ね僕行ってきたんですよ、コーヒー大学さん。まあちょっと週の頭なんで、まあ銀行周りとかちょっといろいろ行くところがあって、その延長線で行ってきたんですけど、まああのいつものメンバーでしたね。お客組がいつものメンバーでした。なんか面白いのが、あの全員行くって約束してないのにおるっていうのがすごい重くて、今日びっくりしました。一人で行ってからなんできたら、あれみたいな、そのタイガさんがおっしゃってて、ふって見たらもういつものメンバーが揃ってるみたいな、すごい偶然ねみたいな。はい、でまたね1時間くらいダラダラしてダラダラとお邪魔してまた帰ってきましたけども、本当にねわそこのドーナツ好きなんですよね。いやコーヒーもめっちゃ好きなんですけど、今日はアイスコーヒー飲みましたけど、いやあのねダラダラ居座った理由は、まあ話が面白いのもあったけど、あと雨降ってきたんですよね、天気雨で。僕はもちろん傘持ってきてなかったんで、あの帰れんかったっていう。今あの何十分かけて今日はちょっと徒歩でやったんで、歩いてきて歩いて帰らなあかんので、雨で帰られへんなぁ思って雨宿りしてました。はい、まあそんなこんなで、あのってことは3月1日からかはまたね新しいイラストが描かれてるっていう状態なんでね、またそちらの方もね、あの3月以降もあの引き続き足運んでいただいて、あのそっちもね楽しんでいただければなと思いますので、ぜひねあのコーヒー大河さんに、大阪鶴橋のコーヒー大河さんにぜひね皆さんいらしてください。あの2階があの今完全にインスタ開いたんですけど、音が流れてしまった、すいません。あの2階がですね、あのスペースになって、レンタルスペースっぽくなってて、そこでねあの常連の高校生の子があの個展をやるらしいので、皆さんまあいつかまだ決まってないですけど、今日ちょこっとね僕その絵を見せてもらったんですけど、すごいですよあの才能は。なんか喋ってたらね、なんかもうあのただの高校生なんですけど、めちゃくちゃすごいなと思いました。でまあコーヒータイガさんのインスタグラムに載ってるんで、まあ喋っていいんでしょうけど、まだねちょっといつかっていうのはちゃんとあれですけど、コーヒータイガさんにですね取材が入りまして、この間そちらもあのテレビでね応援されるとのことなんで、あのまた皆さんコーヒータイガーさんのあのインスタグラムでね続報を待っていただいて、興味ある方はぜひあのテレビであの構えといてもらえたらなと思います。はい、でまああのそのね、ナジャグランディーバさんってわかりますか皆さん。まあ関西とかって結構わかると思うんですけど、ナジャグランディーバさんとミッツマングローブさんが来られたみたいなんですよ。でその話をね、その個展をやろうとしてる絵描いてる子に言うたら、どなた様ですかと。最近の高校生知らんのかな、ミッツとナジャ知らんのかな。いやなんかほらやっぱねレッスンとかやってると、その最近のね小学生中学生高校生の子らとのジェネレーションギャップを感じる場所って節々にあるんですけど、ここからギジェネギャーみたいな。でもこの間のねレッスン中にね竹本ピアノの話になったんですよ。みんな丸く竹本ピアノの CM はね全員してた、小学生全員がしてた。あと何だっけな、まあ、マイケル・ジャクソンはみんなわかるって。嘘ちゃいまんねんパーデンネンは知らんかったね、みんなヒゲダンスも知らんかった。あ見下げてごらんわーっていうあの吉本のくだりは知ってる子は知ってるし、知らん人は知らんみたいな。邪魔すんでだけて、はいよー、なんでやねんは、吉本のやつって知らん状態で知ってる子が多かったっすね。うん、何の報告
そう、ジェネレーションギャップがね、すごい最近感じるわっていうお話でございます。ジェネレーションギャップだから今日もね、お店で話してたんですけど、僕来月の18日で25歳になるんですよ。もう25かと思って、でその喋ってた高校生の子が16歳や言うて、9個差やっぱり今の高校生が9つ差やばいってと思って、もう焦ですよ。焦りトゥー焦りですよ。なんか時が経つの早いな。だってなんか自分が高校生の頃の25歳ってめっちゃ大人に見えてましたもん。全然ガキンチョよ私、まだまだ。もういろんな人に迷惑かけて、いろんな人のお世話になって生きてますよ私は今。やばいわ25歳、俺。まあ1ヶ月ありますからね、まだね、まだまだセーフです。はい、だってね、こんなダラ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 喋って25歳の割に。でも語彙力はある方やと思いますけどね。はい、てなわけでもう一個、まあ別になんか喋らなあかん内容というわけでもないですけど、3月にねちょっと2泊3日でどっか旅行行こうかなと思ってて、まあ当初はちょっとね四国一周パート2をやろうかなと思ってた、まあもともと、まあその四国の切符っていうのは一応予約してるんで、あらかじめ、まあ行くのは行くんですけど、どこ行こうかなと思って四国ので、まあ Google マップさんの中にね、まあリストは作ってあるんですけど、どこをどの順で行こうかなって思ってて、で一番ネックなのは電車の乗ってる時間が長くなってしまうということ。これも僕すごいもったいないなと思ってて、まあなるべくマックス乗っても2時間、1時間半とか2時間、その間に何かしらのスポットを見っけて巡りたいわけですよ。そうなので、もともとね、宿毛って町に行きたいなと思ってたんですよ。高知県の宿毛っていう町があって。で、まあ、四国入りはおそらく夜中中に動きたいので、まあ高松から四国に入って、まあそこからちょっと徳島、朝は徳島の方を巡ろうと思ってるんで、でまあ10時くらいに徳島を出発したとして、宿毛に着くのが3時とか。あ、嘘、4時か。14時だ、2時とかなんですよ。ってことは4時間電車の中ってことなんですよ。でなんか乗り換えとかもめっちゃあるんですよ。でその乗り換え時間も別に絶妙に途中下車してちょっとまったりしようかのキャパではないんですよ。なんか5分乗り換えとかそんな感じ。これちょっと移動時間で4時間潰れるのもったいないな。せめてその移動時間で4時間潰すとしたら、帰りしな、もう暗くなって飲み屋以外行くところないくらいの時間帯になって、やっとその長距離移動ムーブができるかなって感じなんですけど、やっぱね覚悟いるっすよ。3、4時間電車乗りっぱは、前回の四国一周でも高知県のね久保川って町から、愛媛県の宇和島って町に抜けるのに3時間半電車乗ったんですよ。これもね、いやこれはこれで面白いんですよ。なんかカッパおったし、電車の中にカッパウヨウヨ号っていう名前の電車やったし。そう、面白かったんやけど、やっぱりねその時間で観光できひんっていうのは、まあやっぱ観光客としてはちょっともどかしい気持ちがあるというか、なんでね、ちょっとどういう感じのプランにしようかなと思って、まあそのなんか前もどっかでね喋ったと思うんですけど、香川にはねまあたくさんね友達もいるので、香川、今回はねちょっとその香川の友達にも会おうかなと思ってるんですけど、まあその一回その一泊しようぜみんなでみたいな、まあその一棟貸しの宿みたいなところを借りて一泊しようぜって話になってたんですけど、どうなってんのかなと思って、でみんなに連絡しとくねって言われて、あ、オッケーよろしくみたいな感じで、でどうなってんのかなと思って、この間連絡取ったら、ちょっとまた連絡するわみたいな感じになって、これ間に合うんか予約と思って見たら、満席じゃ満室と3月フルマックスで満室っつって、いや無理やんみたいな。ああと思って、どうなるんでしょうね。まあみんな忙しいですからね、そんなまあ予定合わせてみんなで遊ぼうだなんて仕事の二の次ですよそりゃ。あ、行きたかったな。はい、まあそんな感じでやっておりますけども、2月最後の月曜日でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんかネタバレじゃない、ネタ切れしてきたみたいになってるけど、そんなことないです。
あのむしろあの人と全然喋ってなかったんで今喋り足りてないんでめちゃくちゃ喋りたいモードですよ。あ、そうそうそう、今ね、あの久々にねちゃんとね映像の作品を作ってるんですよ。あのルミックスの素材だけのやつ。そう、あ、でもあの俺が映ってるシーンはね、あの一箇所だけソニーのカメラ使ったところがあるのと、ドローンのシーンが 2,3 個あって、それはルミックスじゃないんですけど、まあ基本的にルミックス作品を今ちょっと作ってまして、ずっと言われてたんですよ。こんだけ日本のあちこち行って日本全部のやつはないんかみたいな。でまああの日本47都道府県の映像を入れ込むって、まあ一回ね、あの映像クリエイターの大川祐介さんがやられてたかなと思うんですけど、あれ全部入ってたんかな。いや、だから日本一周して動画作るみたいなことをやってはったと思うんですけど、まあ、まず僕は47都道府県まだ踏破してないっていうのと、47都道府県の何かしらをその、まあ、僕大体 2,3 分なんで 2,3 分の中に入れ込むのってむずくねっていう。で、まあ、今回はそのルミックスを通した、まあ、僕のその言うたら撮ってきたもの、まあ、文化であったり自然であったり人であったりっていうのと、まあ、そういうちょっと大きな自分からあの半径遠目のところから、まあ、自分の周りの人間だったりとか自分の旅だったりとか、その半径近めのところを、まあ、全てねちょっと描けたらなと思ってたんで、ちょっとね47都道府県は入ってないんですけど、まあ、あの一応ね日本全国旅した男の動画みたいな感じで、まあ、作ってますので、まあ、またあのぜひね SNS とかでちょっと情報を見てもらえたらなと思います。でこれはちょっとねあの納品先がありまして、もともとねちょっとそこに納品する用のやつだったりするんで、まあそちらはねまたねちょっと続報いいご報告ができたらなと思っております。でですね、今回の作品基本的に公開するやつナレーション入れない予定なんですけど、まあ関係者様限定公開という形ではね、あのちょっと副音声チックなナレーションが入ったものを公開しようと思ってますので、あのいつもねあのお世話になってる皆様そちらもぜひお楽しみください。はい、てなわけでですね、本日の曲紹介に行こうかなと思っております。はい、本日ね紹介するのはあのちょくちょくねこの番組でも紹介してるんですけど、あのマイケル・シャインズさん、ミカエル・シャインズさんなんかな、ちょっと僕あのほんまに英語読めんくてちょっと間違えてたら申し訳ないんですけどのですね、今日は Change for You っていう曲をねかけたいなと思います。あの YouTube にも SNS にも公開してるキラキラっていうね、まあポートレートムービー Vlog 作品みたいなのがありまして、それのねあの曲のあの曲でとしても使わせてもらってる曲なんですけど、 Change for You っていう曲で、あの僕やっぱねこの人の音楽の世界観すごい好きなんですよね。なんかあのなんでしょう、日常感あるっていうか、そのなんでしょう、日常の BGM になりうるみたいな、わかるかな、あのなんか構えんと全部耳に心地よく入ってくるんですよ基本的に。まあ、あのマイヤーで使ってたね、あのワンビフォーアーダイをこの間紹介したと思うんですけど、あの他の曲もね素晴らしい曲ばっかりなんで、まあ今日はこの曲を聴いてもらおうと思います。 Change for You です、どうぞ。The train's passing by our bedroom window. It feels like the writing's on the wall.You try your best to reassure me, but lately I don't believe you at all. It takes time to build up some kind of mountain. It takes strength just to sit and watch it fall. We can hope that it all wasn't for nothing, but for now I will just wait out in the hall. If I self-destructive, but I'll be the first to make it work.
squeeze your hands and control me like a puppet. Because losing your love right now is worse. We can hope that it all wasn't for nothing. But for now I will just wait out in the hall. If I いただいたのはミカエル・シャインズさん、マイケル・シャインズさんでチェンジ・フォー・ユーでした。はい、本当に好きですわ、この曲も含め全て。 Say goodbye。 はい、てか皆さん、キラキラっていう作品は見ていただけましたか？まあ結構ね、ポッドキャスト聞いてくださってる層と、まあ、SNS とか YouTube とか見てくださってる層がね、結構まばらなんで、多分ね、お前映像作るやつやったみたいな方もね、ひょっとしたらおるかもしれませんけど、そうなんですよね。ダンサー言うとりますけど、映像も作っとるっていう感じのやつです。はい。2023年、僕がまあ、いろいろ公開してきた動画の中でもね、結構キラキラは上位に入ってましたね。アンケートみたいなの取ったんですよ、 SNS で。今年公開した動画で何が一番良かったですかって言って、まあ奄美の動画がねダントツでトップやったんですけど、そのランキングの中になぜか2022年に作ったダイスイズナイスがランクインしてくるっていう、あれ今年じゃねえのよと思いながら、まあ、年末くらいにそれをずっと見てたんですけど、2023年の動画で聞いてるのに2022年のダイスイズナイスが入ってくる。和歌山のね白浜に行った時のサイコロ切符っていうのとね、ちょっとまあその広告とか JR 西日本がやってた青旅っていう企画にね絡めてちょっと作ったやつだったんですけど、結構ね今でもね大人気です、ダイスイズナイスは。たまにねその YouTube の再生回数ランキングみたいなのをね見るんですよ。で直島で撮った、香川県の直島で撮った京都のね参拝っていうところと一緒に作った動画、まあアクセサリーの広告も兼ねてるんですけど、その時の直島の動画っていうのがなんか今になっても徐々に再生回数を伸ばしてきてて、今多分全体でトップがちょっと30秒のパナソニックのレンズ、85ミリのレンズのサンプルポートレートムービーみたいな30秒のやつがトップなんですけど、今ね2位につけてきてるんですよね、ルミックスの35ミリで撮ったその直島の動画が。なんかねほんまに4000弱とか言ってたんじゃないかな。でね、その3、それの次に多いのがLマウントレンズ紹介してるだけの動画っていうYouTuber みたいなことをやってみたやつね。で、まあ、あとはね、その次がね、エンド・オブ・サマーっていう動画を、僕がルミックス勝った年に作ったやつですね。これもね、なんかね、人気なんですよ。僕ね、いや、僕もこの動画結構気に入ってるんですけど、なんか、まあ、やっぱ今やから思うんですけど、もっとこここうでしょみたいなのが結構あるんですよ。やっぱり。まあ、そんだけね、自分もちょっとレベルアップできてきたかなっていう証明なんですけど、でもね、これも最近ちょっとね、なんかまた伸びてきてて、今3000弱くらいまで来ましたね。僕最後見た時2400回とかやった気がするんですけど、基本的にやっぱりね、1000回超えてくるとちょっと嬉しいっすよね。アモジのね、サンダルとコラボさせてもらった時の動画とか、ポートレートムービー、女性のモデルさん使ったポートレートムービーがね、やっぱり再生回数伸びやすいっていうのはあるんでしょうね。やっぱ女性起用すると皆さん再生してくださるっていうのはまあちょっとデータとして出てるんですけど、なんかあんまそれ狙ってねモデルさん使うのも良くないなっていうか、自分が嫌やなみたいなところがあるんであんまやんないですけど、毎回ね季節ごとにフィールザシーズンっていう企画をやってて、まそのままする季節を感じるポートレートムービーを撮るっていう企画をやってたんですけど、最近ちょっと全然できてないんでね、またフィールザシーズンっていう企画をやっていこうかなと今年は思ってます。はい、もう30分経つんですね。はい、復活初日の
ポッドゼミいかがでしたでしょうか。来週はね、また万全な状態で更新していきますので、皆さん、ではまた来週もお願いします。